岡村隆史が番組で、小倉優子の大学受験に感心し、自分自身の浪人生活を振り返った。浪人生時代は、一週間ぐらい風呂に入らず、勉強漬けで、眠くなったら目の周りに歯磨き粉を塗って、合格と書いた鉢巻きを巻いていたと回想。また、クリスマスイブに振られて、追い込み勉強をしたことも明かし、合格後はケンタッキーを食べて、参考書を捨てたと話した。